ザイトリーハンター野生クラブです。牛田です。今日は本当は6月の23日木曜日なんですが、ね、先の子がまだ取れてるのではないかという情報があったので、ちょっと一応来てみました。先週の最後だったんです、のつもりだったんですけど、ちょっとね、もう竹の子はいくらあってもいいみたいなのでいつも山に来たんですけど、結構でかくなったね。贅沢は言えないね。贅沢はないね、あんまり。大変ですけど、少しちょっともうちょっと行ってみるか。なんかいいのね、ちょっとあってました。入り口からそうですね、30メーターぐらい上がってきたところです。昨日やっぱ雨降ったせいで結構。いやでもこれあれだね。雨降んなかったらちょうどよかったかもしれない。500円玉ぐらいのサイズ。ちょっと長すぎる。でもこれちょっと持っていくか。食べれるってこと？食べれる。普通にうまいから。ちょっとこっからしたらちょっと長いけど。まだ思ってるよりは。今ちょっと本当は手袋をするんだけど、それためにちょっと手袋できないから脱いでるみたいな感じで、ちょっとつけた方がいいと思います。これおすすめです。目立たないんでね、目立つんでね。竹の子結構迷いますよね。皆さんちょっと方向わかりますか？ここはね、幸いね、ずっと斜面なんで、降りていけば。方始めに撮るときは撮んないけど、何キロぐらいかな。